ストックトン・ウォン・ティーズはイングランド北東部ダラム州にあるタウン。13世紀には周辺地区最大の市場町として知られる存在となった。17世紀には農産物などをロンドンや海外へ運搬する拠点として栄え、また1822年に交通革命を引き起こすイベントを開催し、3年後の1825年9月27日に世界初の鉄道が ストックトン・ダーリントンカーを運行した。これがきっかけとなり、ストックトンは産業革命の波に乗り、市場の街から産業の街への変身を遂げた。ストックトン市民は街の歴史に非常に詳しく誇りを持っているようである。初めて会う人はほぼ必ず、世界初の鉄道の話と、マッチの発明家であるジョン・ウォーカーの話を始める。 ジョン・ウォーカーは1826年にマッチを発明したストックトン出身の発明家であるが、マッチと鉄道をモチーフにした記念碑が現在外の中心に作られている。ヤームもまた港として14世紀から栄えてきた。こちらはワイン、羊の皮が主な取引物であった。まだ見習い生だったジェームス・クックもストックトンとヤームの間を航海していたと言われている。彼の船として、 有名なエンデバー号の実物大のレプリカが、ストックトンのティーズ川沿岸に展示され観光の目玉となっている。ストックトンは、その後、造船業が盛んになり1850年から1920年にかけては、鉄鋼産業の中心として栄え、人口は劇的に増加した。その後、その鉄鋼業産業の影響からティーズ川の汚染がひどくなり、 人口の減少、街の衰退が進んだ。しかし1980年代半ばには、当時のマーガレット・サッチャー首相が視察に訪れ、ティーズ・ガー流域の再開発や、大学の誘致に着手することとなり、現在に至っている。1822年に交通革命を引き起こすイベントを開催し、3年後の1825年9月27日に、世界初の鉄道が、 ストックトン・ダーリントン館を運行した。かつては造船業で栄えていた町であるが、1994年にダラム大学のクイーンズキャンパス、クイーンズキャンパスを誘致し、医療関連の研究施設、サイエンスパーク、ビジネスパークなどの開発を行っている。中心街にあるハイストリートはイングランドで最も幅が広い、ハイストリート内市は、 最も幅が広い部類の一つと称されている。交通の便が良いことで、コールセンター等の立地条件に優れ、実際、英国住宅金融大手のアウィーナショナルのコールセンターや日立などの日本企業の事業所なども近隣に設立されている。ティーズ側は、河川敷を建設するなど、景観等環境改善を図り、新たに加入場、野外コンサート会場などを整備し、 市民の憩いの場となっている。また、川が町を二分していたが、ミレニアムブリッジという橋を建設し、再開発中心エリアである、町、南部とのアクセス向上を図っている。この結果、町北部は、伝統的な建物の並ぶオールドシティ、南部は、再開発が進み、ダラム大学、スポーツ施設、医療関連の研究施設、サイエンスパーク、ビジネスパーク、 ショッピングセンターなどもある。入式と色分けされ、それぞれに趣向があり興味深い街となっている。ありがとうございます。